こんにちは、外国人です。今日はですね、お家の電気を簡単にスマート家電化できるこちらのアイテムをご紹介します。じゃーん、イティフェのスマート LED 電球です。はい、イティフェはですね、日本初のスマート家電ブランドになります。はい、そちらが出しているスマート LED 電球になります。スマートフォンと連携して色を変えたり明るさを調整したり、音楽に合わせていろんなカラフルにねピカピカ光らせたり、もちろんスケジュール機能もあるし、音声操作なんかもできてしまう便利なスマート電球になります。こちらご紹介していきます。まず、ね、開けてみましょうね。はい、こちらがイティフのスマート LED 電球です。口金は E26 になります。で、消費電力が 9W になりますね。で、明るさは 60W 相当になるのでかなり明るいですね。はい、サイトの方を見てですね、より詳しくどんなもんか説明した後に実際に使っていってみましょう。ラインナップとしてはですね、スマートリモコン、いろんなリモコンを、まあ、赤外線リモコンの機能を覚えさせてリモコンをね、このスマートリモコン1個に集約しようっていうアイテムですね。それからスマート LED 電球、それからスマートプラグもあります。そしてこちらがスマート LED 電球ですね。 Amazon Alexa とか Google Home とか対応しているみたいです。1600万色の中から目的や気分に合わせて自由に色を選ぶことができるようです。スケジュール機能で寝る前はフェードアウトしていったり、それから起きたい時間にパッとつけて明るく目覚めたり、それから調光や色の調節も自由自在にできますね。 Alexa や Google Home に対応しているので音声操作でつけたり消したり明るくしたりすることもできるようです。音楽連動機能というのもあって、スマホで音を拾ってそれを電球に反映させて、カラフルに光らせたりってね、そういう使い方ができるみたいですね。じゃあ実際に使っていってみましょう。はい、では、スマートフォンと接続していってみましょう。まずは部屋の、電気のオンオフボタンをオンオフオンオフオンとやっていきます。オンオフオンオフオン。さあ、これで電球の接続の準備が整ったんでデバイスの追加をしていきます。Wi-Fi 情報を入れてデバイスの追加を押すだけでスマート LED 電球と接続することができます。さあ、接続完了しました。アプリの方を見ていきましょうか。まず全てのデバイス表示されていますね。一個ずつ見ていきましょう。タップすると対応したスマート LED 電球の操作画面になります。明るさを任意に変えたり、色も自在に変えることができます。オンオフもできますね。操作は直感的で分かりやすいと思います。今メインと書いてあるモードなんですけど、これはまあ普通に使う電球のモードですよね。他にもモードがあるので見てみましょう。分かりやすく他のやつを消してちょっとね、分かりやすく電球1個にしてみました。単体でこんな風に色を変えて使うこともできるし、すごいですね、面白いですね。まあ、もちろん白色で使うこともできるんですが、ちょっと他のモード見てみると、こんな風に、選ぶだけで色が変わっていってくれるモードもありますね。これはもうカスタマイズされた色を選ぶだけでテーマに沿ってカラフルに光ってくれるみたいです。なるほどね。その横、この音符のマークいきましょうか。この音符のマーク、これはですね、音楽モードですね。僕の喋った声をスマホが拾ってそれに合わせてディスコみたいにカラフルに光ってくれる。ゲームっていうのにするとまた光り方が変わるんですね。ロマンチックにするとちょっとゆっくりふわーっと変わったりするような感じになります。で、各種設定というのを押すとタイマーをかけたりすることができます。他にもですね、シーンというものを作ることができます。シーンというのは今ここに4つぐらい作ってありますけど、全部オフにしたりですね、または全部オンにしたり、ちょっと暗めのリラックスモードにしたり、はい、こんな風に自分の設定したモードに切り替えてくれるっていう便利な機能ですね。だいたいね、使い方としてはこんな感じでしょうか。アプリの中にはストアもあって、スマートリモコン、LED 電球、スマートプラグなんかを買うページもありますね。はい、アプリの使い方見ていただきましたけど、カラフルにね光るのが面白かったですね。実際にどんな風に光るのか、カメラを電球に向けて見てみましょう。じゃあ電球のモードをですね、まあ、明るくしてリズムモードにしてみましょう。今これがリズムモードです。こんな風に光ります。リズムモードだと音楽をかけながら使うのにちょうどいいのかなっていう感じだと思います。で、ゲームモード、これはまたリズムモードとちょっと違う光り方になってくれますよね。じゃあ最後にロマンティックモードっていうのをやってみましょう。ロマンティックモードっていうのだと、じわーっと色が変わるような感じですね。ちなみにシーンというのを使ってみましょうか。もっとホリデー、ライフと選べます。読書の時は
これがいいよ、みたいな。仕事、勉強の時はちょっと青っぽい。青っぽくしたり。レジャー、夜、花のつぼみ。なるほど。いろいろありますね。夏の涼しさ、黄金の秋とかね。まあ、お好みの色を見つけて使うのいいですよね。緑。おー。ホリデー、誕生日。おー、カラフルにね、こうやってやってくれる。誕生日パーティーとかを、まあ、楽しくしてくれるっていう、そういう使い方もできそうです。もっと、なるほどね、海とか、ひまわり。カンフーなんていうのもありますね。まあなんかお気に入りを見つけて、ハートをつけておくと、左のフェイバリットに入るので、まあそういう使い方をしていったらいいのかなと思います。はい。なかなかね、面白いですね。じゃあちょっとシーンの作り方見ていきましょうか。シーン管理をして、ワンタップ実行っていうのが一番使いやすいと思います。ワンタップ実行を作ってみましょう。ワンタップ実行の条件としては、作られたシーンのボタンを押すだけですね。で、実行内容を追加していきます。スマートシーンを選択することもできるみたいですね。基本的にはデバイスを実行するっていうのを押して、どの LED 電球を操作するのか選びます。じゃあワンタップで、4つの LED 電球を1時間後に切れるっていう風に作ってみましょう。1時間後のオフをタイマーでセットして次へ。これで LED 電球1が1時間後にオフするっていう実行内容ができました。これを3つ作っていきます。で、右上のボタンを押して名前をつけましょう。1時間タイマー OK。 はい、これでスマートシーンが1つ追加されました。1時間タイマーというのを押すと1時間後にタイマーで電源がオフになってくれます。まあ、これと同じ感じで明るさを最大にして色を白くするっていうスマートシーンとか、リラックスモード、ちょっと照明を下げて落ち着いた雰囲気にするとか、一気に全部消したり全部つけたりっていうのも設定してみました。結構簡単にできますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はですね、スマート LED 電球ご紹介しました。簡単にご自宅のライトがですね、スマート家電化できてしまうので結構ね、おすすめだと思います。他にもラインナップがあるみたいなんで、気になる方はチェックしてみてください。こちらのスマート LED 電球についても概要欄にリンク載ってますんで、ぜひチェックしてみてください。またこういったスマート家電ができる便利なガジェットアイテム、いろいろ紹介していきますので、よかったら引き続き見てください。 Twitter、Instagram もたまに更新してますんで、チェックしてフォローしてみてください。さよなら。